よーシュルク、元気だったか。ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか。ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。やつ以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。ぼやぼやするな。ダンバンさん、そんな顔するな、まだ生きてるよ。俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな辛気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。